さあ今回は5月29日に放送したクズゲームを振り返りたいと思います。なんだっけクズゲームって。あ、分かるよ。もう上田さんの多分記憶からもなくなってるというか、うん、嫌なことはなくしたいじゃないですか記憶から、うん、まあ、あれかあーもうせっかく忘れてたのに思い出したわ。これはひどかったな。YouTube だから言いますけどね、オンエア上は多分放送に耐えうるようになってたんだと思うんですけども、現場はやばかったですね。いやひどい、なんか本当にあヘドが出るってこういうことなんだなと思ったね。あのいわゆる世間が言うクズ芸人っているじゃないですか、あいつらは本当には教科書通りの人間ですからね、うん、そうだね、ちゃんと、うん、文科省推薦のクズ芸人久保田とか、はい、山添とかはあの本当のクズはこっちの方だったんですよ。いやなもう思い出したくないよし、いやどうしよう、提案があるんですけど今週の YouTube ここで終わりませんか。いやいや気持ちは分かりますよ。違う番組で山添と会ったんですよ、うんうん、したらもうやっぱもうお互い顔を合わせるなり、こんな人やばかったっすね、ですよねみたいにわーなって、そう仲良くなったもんね、すごいあなるほど、同じ戦地をくぐり抜けたみたいな。でも人にはなかなか伝わらないんだよね、そう、あれをフルで見てもらわないとね、うん、まあ、なんですか、クズゲームのクズクイズっていうのが、そう俺もほぼ考える気ないやいや、いや、あのもう こんなのもどうでもいいんだけどあこれはね、もしあれだったら、うん、岡部ちゃんに出してもらおう。あ、そう、うん、ちょっと俺もやっぱり自分でもあんまり読みたくないというか、はい、うん、岡部ちゃんだったらね、女性だから明るくね、なんとかなる。あ、そうだね、はい、うん、じゃあ第1問目です、うん、密室に閉じ込めてたんですよ、うん、この位置で、うん、収録1時間前ぐらいからのこのクズ芸人の人たちは何のつながりでキャスティングされたと全員は予想してたでしょう。もう何か分からず入れられちゃってますからね、はい、あ、うん、あ、そう、自分たちの共通点的なこと、何のこれつながりなのみたいな。なんだろうな、まさか自分たちがそのクズニュークズ芸人候補生みたいなので呼ばれてるとは思ってないみたいなんですよ。あ、そうなんだね。なんか探り合ってたんだよね、みんな。あ、でなんとなくこれじゃないっていう結論が出たっぽいです。なんか、まあ、じゃあまあまあ分かんないけど、その、いや焼肉大好き芸人みたいな。ああ、まあ確かになんか好きそうな人いますけどね。いや違いますね。あ、そう、うんうん、じゃあ答えはもうちょっとぐらい考えてもいいかもしれないです。大丈夫え、じゃあ分かんないけど、何ほら、あの、まあ、いわゆるじゃあ、まあ、じゃない方芸人みたいな、コンビのね、うんうんうん、違う、うん、正解はもうちょっと考えてもいいかもしれないですよ。焼肉大好きじゃないとか、こういろいろあるかもしれないけど、いやでも違う、俺好きじゃないしとか多分あったと思うんですよ、うん、僕もそこは見てないですよ。だけど、うん、最終的に多分これだって一つの、じゃあ、まあ、分かんない、はい、じゃあ、女性にだらしない芸人、うん、女性、ああお前女性だらしないもんな、だらしないもんな、なんて言って、うん、あ、分かるみたいな、それになったと、うんうん、じゃあ正解発表聞きますか、うん、はい、じゃあ正解お願いします、うん、ここに集まった人たちが女性にだらしない人たちなので、うん、なんか同じ一人の女性とつながってる、そのみんながつながってると思って、あ、誰みたいな、あの、まあ、もう一歩踏み込んで女性だらしないは当たってたわけだ。でもさらに踏み込んで同じ女性と関係を持った仲間だなみたいなことをテレビの中で言ってました。すごいな、ね、それをパッと浮かべても言わないもんね、ひょっとしたらと思ってもさ、はい、で、まあ、だから誰かがそれを言ったとしてもね、なわけねえだろって言うじゃないですか、うん、それで一回一致してるんですよ、みんなあ、それかな、クズ本当にクズ多分あの子じゃねえのみたいなそれでどの子かを探るぐらいのひどい、はい、いいね。これはだからそれを、スタッフの方は偉いですから、うん、閉じ込められて我々が登場するというか、うん、ウォッチングするまで1時間ぐらいずっとやってたんですよね、うんうん、それをもう全部見たらしいですよ、あの使いどころを探すために。あそう、いや、ひどかったですね。それではまた次回お会いしましょう。
なんかね、サービス問題もう一個あるみたいな。いや、もう大丈夫ですよ。なんかあるんでしょ、もう一問。はい、あります。第二問目です、はいはい、ユンボダンプのカシューナッツさんが、あの、まあ、実は企画を知っていたっていう事件だったじゃないですか。最後ね、はい。で、最悪だったよな。これはだからドッキリで呼ばれてますからね。でその収録後にマネージャーさんがある言い訳をしたんですよ。そのなんで知ってたんですかみたいな時に理由を聞いて、はい、なんでそんなことになったのかっていうのをスタッフが詰めたわけね。スタッフが あいつらが詰めてる現場は見たあ廊下で詰めて、はい、詰めてんだなという、うん、それは見た。エレベーター乗る前に要はね、本来そこはもう約束じゃないですか、ドッキリってやっぱり、うん、マネージャーさんが言わないっていうね、そうタレントに。マネージャーさんはジャッジしますよね、この仕事受けてもいいか受けちゃダメか、うん、だけどそれを伝えたらドッキリにならないから、うん、普通言わないんですけど、それが漏れてたわけですよ、うんうんうん、それを詰めたと、はい、どういうことだと、うん、なんで言ったんだと、うん、そしたら、そのマネージャーさんは何と言い訳をしたんでしょう、はい、いや、あの、じゃあファックスが送られて事務所にね、うん、まあ、多分ファックスとかで送ったのかな、その企画内容とかを。でファックスが送られてきた時に、うん、いや、カシューナッツ もう隣にいて、うん、一緒に、あ、カシューナッツさんちょっと仕事の依頼が来ましたよ、で一緒に読んじゃったんで、もう防ぎようがなかった。ファックスの時代じゃちょっともうないかな、もうだからファックスないと考えたら、考えたら、じゃあ、はいはい、そのまま LINE だか、うん、まあ、メールで送ったのをもう一緒に開いてしまいました、うん、ほうほうほう。だからもう今更ね、いや、これ知らなかったことにしてくださいぐらいにしかもできませんでした。とこう一緒にいます、うん、こうメール届く、うん、ね、でそこに横にカシューナッツもいた。だからこうやって、うん、この仕事来ましたよ、クリームなんたらで、うん、あ、ドッキリ企画、うん、なんか崩れに見ちゃった、何見せるんですかみたいなことじゃん、何見せるんですかみたいな。で結局これは誰のせいにするんですか、マネージャーは。ちょっとこれ見てないことにしてもらえます？これ。いやいや、ちょ、なんで見せたんですか。いやいやいや、だってこういう内容って知らなかったから。誰が悪いんですかこれ。いや、これ向こうのディレクターでしょ。正解。マジか。マジか。そんな言い訳をしたの。伊藤さんのメールのせいに。伊藤とやり取りしてるメールを、うん、こうなんか後ろから見てたと、うん、でなんか「えっ何すかそれ」って「ドッキリ、うん、え、俺のドッキリの企画ですか？」なんて言ってるから、うんうんうん、水戸さんがそのタイミングを送ってきたからいけないんですよ。すごいねそいつ。出ちゃった後だったんですけど、なんかまあそう聞きましたね。ひどいなそのマネージャーも。ひょっとしたらミトが流したのかなっていうのも、そういうことはしてないんですよね。要はこの人たちドッキリっていう体でやろうやみたいなことじゃなかったわけでしょ。本当に完全ドッキリだったわけだもんね、うんうん、はい、したら一人だけはこっそり漏れてたと、まあ、マネージャーが言うには、その僕とのメールのやり取りをこうパソコン開いてて、それをなんか見ちゃったらしいみたいなことなんですけど、うん、だからすいません、僕の不手際ですならわかるけど送ったそっちがいけないんですよすげえなだから今もまだこちらのスタッフさんたちが、だからここをそこの部分をどうするかということでまだ熟考してるらしいんですよ。要はこれで一応現場では最後すんとんでもないどんでん返しが起きたじゃないですか、もう、うんうん、だけどこれを最後のオチにしてわっと盛り上がっちゃったら、うん、まあ、言ってみればそういうことをするのを許すすることになるじゃないですか今後。いや、それでも許すわけじゃないけれども、こないだのはもうそうするしかないんじゃないなんかだからってこれをいいと思うなよっていう話だけどねいいと思うなよの編集になればってことですよね。これ本当最悪のことになったって。でもこれやれば美味しいクズ芸人になれるなみたいな今度からでもそれ大丈夫ですよ、もうクズ芸人呼ばないからもうクズゲームはない、クズゲームはもうないよ。いやいや、いや、 やるならやるでいいよ、それは別に俺は休むだけいやいやいや、これどうなってるかですよね、うん、あの反応も含めて。いや、だからもうね、あのカシューナッツが知ってるっていう体でもう一回オープニングから見てみたら、うん、うわ、ここでこんな発言がとかさ、ね、そうなのよ。だから最初あえて引いてるとかさ、お金もらえる時になって急に言い出すとか、そう、うわ、ちょっとなんか俺画面ぶち割るかもしれない
俺今もこれ投げつけたいわじゃあこれはもうちょっとやめときましょうか、うん、クズトークは見えるクズトークはクズトークっていうジャンルはないんですよクズトークチャンネル登録お願いします。やりすぎてるクリームなんたら目指せラーメンクイズ50問連続正解クイズ間違えたらラーメンファン即引退スペシャルカントすりゃいいじゃん水曜夜